ただいまより石破内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理からご発言がございます。総理よろしくお願いいたします。第102代内閣総理大臣に指名されました石破茂であります。本日自由民主党と公明党による連立内閣を発足させました。まず冒頭、能登半島地震、そして先般の豪雨で犠牲になられた方、傷つかれた方、そういう皆様方に心から哀悼の誠を表しお見舞いを申し上げる次第であります。そして今この瞬間も懸命に職務に当たっておられる多くの皆様方に心から感謝を申し上げ敬意を表す次第であります。私が長い間政治家として大切にしてまいりましたのは、国民の皆様方の納得と共感ということであります。これもいつも申し上げていることでありますが、国民の皆様方に対して勇気と真心を持って真実を語る、それが政治の役割だというふうに私は40年近く信じてまいりました。謙虚で誠実で温かい政治を行ってまいります。この内閣での基本方針は守るということであります。5つの守るということを実行いたしてまいります。まず第一に、ルールを守るという政治であらねばなりません。ルールを守る政治を実現をしていかねばなりません。国民を信じ、国民から信頼される内閣でありたいと思っております。我々は国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語りたいと思っております。そして国民から信頼されるために、我々が直ちに取り組まねばならないのは政治改革であります。国民の皆様方の政治への信頼を取り戻すために、普段の政治改革、この姿勢が求められております。政治のためにお金がかかるならば、国民の皆様方にそれを丁寧に説明をし、当然のことでありますが、節度を持って集めたお金を限りない透明性のもとで公開していくことが必要であります。先般成立をいたしました政治資金規正法に基づき、第三者機関を早期に立ち上げるための具体的議論を進めてまいります。とともに政治資金のルールを見直し、ルールが守られるための体制を確立をしてまいります。もう三十数年も前のことになりますが、当選間もない1回生であった頃に、リクルート事件に端を発した政治不信が吹き荒れました。政治改革に私どもは若かったのですが、本当に情熱を傾けてまいりました。次来三十数年が経過をし、この度私は自由民主党の総裁として令和の政治改革、これを断行してまいる所存であります。第2は、日本を守るということであります。我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいものだと認識をいたしております。国家安全保障戦略に基づき、平和を守るための抑止力の強化、防衛力の抜本強化に取り組んでまいります。現実的な国益を踏まえました外交によりまして、日米同盟を基軸に友好国同志国の輪を広げ、外交力防衛力の両輪で我が国の平和地域の安定を実現いたしてまいります。その際、自由で開かれたインド太平洋というビジョンのもと、法の支配を重視し、地域の安全と安定を一層確保するための取り組みを主導してまいります。防衛力の抜本的な強化は着実に進めてまいりますが、防衛力の抜本的強化と申しましたときに、それは装備だけを意味するものではございません。現在定員割れとなっております自衛官、その処遇改善、勤務環境の改善、そして新たな障害設計の確立が喫緊の課題であると
認識をいたしておるところでございます。このことにつきましては、私内閣総理大臣を長といたします関係閣僚会議を設置をし、早急に成案をるものといたします。これらの抑止力対処力の強化に加え、基地負担の軽減にも引き続いて取り組んでまいります。経済安全保障サイバーセキュリティの強化にも取り組んでまいります。拉致問題は私どもの内閣の最重要課題であります。すべての拉致被害者の方々の一日も早いご帰宅を実現すべく、強い決意を持って取り組んでまいります。在外邦人の皆様方の安全確保にも力を尽くしてまいります。我々の日本経済はデフレを脱却するかどうかの瀬戸際にいるという認識を持っております。賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現するため、岸田政権で進めてまいりました成長戦略を着実に引き継いでまいります。経済あっての財政との考え方に立ちまして、デフレ脱却最優先の経済財政運営を行ってまいります。まずその第一歩といたしまして、早期に物価高で苦しんでおられる方々を支援するための経済対策の検討指示を行ってまいります。従来のコストカット型の経済から高付加価値創出型経済へと転換をし、投資大国日本を実現をいたしてまいります。新たなサービスを作り出す、自動車、半導体、農業など輸出企業が外からしっかりと稼ぐ、そして産業の生産性を向上させる、そのための投資を促進してまいります。岸田内閣の資産運用立国の取り組みをしっかりと引き継ぎ、さらに発展させてまいります。GDP の半分以上 54% であったと記憶をいたしておりますが、個人消費が占めております。この後押しが鍵となると私は認識をしております。このため持続的な実質賃金の向上、将来負担不安を取り除くこと、この2つに取り組んでまいります。第3は国民を守るということであります。国民お一人お一人の生活を守るため、今般の経済対策におきまして、低所得者世帯向け給付金など物価高への緊急対策を行います。また最大限の生産性向上や価格転嫁の支援を進めつつ、最低賃金を2020年代に全国平均1500円への引き上げを目指してまいります。将来不安に対応するため、医療、年金、社会保障などは今の時代に本当に合っているものなのだろうか、国民の将来不安を取り除くため見直しに着手をいたします。賃金が上がり、消費が増え、人手不足対策を含む設備投資の拡大により、さらなる賃金上昇につなげる好循環を作り出し、一部の企業だけではなく小さな地域の企業の皆様にまで恩恵を広げてまいります。我が国は近年多くの自然災害に見舞われております。度重なる巨大台風の上陸、線状降水帯の発生など、毎年のように各地で自然災害が起きております。我が国は世界有数の災害発生国であります。こうした中、我々は国民の不安に正面から向き合うため、防災庁の設置、国民保護体制の実効性確保に取り組んでまいります。本年の能登半島地震や大雨からの復旧復興を着実に進めてまいります。東日本大震災の被災地の復興再生に全力を挙げてまいります。第4は地方を守るということであります。地方こそが成長の主役であります。我が日本は農業、漁業、林業の多くの
好条件を備えておるところであります。農業、漁業、林業が発展するために多くの好条件を備えている、こういう認識を私は持っているところでございます。観光やサービス産業を含め日本経済成長の起爆剤として地方創生策を初代大臣を務め、人口最小圏の鳥取をふるさとに持つ者として私自身強い決意を持って取り組んでまいります。これは地方創生大臣の時によく申し上げたことでございますが、産官学金労源とこう申します。産業界であり、そして行政であり、そして大学に限りません、高等学校であり中学校であり、学問、金というのは金融機関でございます。労というのは労働者の皆様方であります。源というのは地元の報道機関であります。役所だけが地方創生をやるのではございません。地域のさまざまなステークホルダーの皆様方が知恵を出し合い、地方がそれぞれの特徴に応じて発展していくこと、これが本質であり、それを政府も後押しをいたしてまいります。新しい地方経済生活環境創生本部を創設をし、担当大臣を設置し、今後10年間集中的に取り組む基本構想を作成をいたしてまいります。この取り組みを地方創生 2.0 として強力に推進をいたしてまいります。第5は若者女性の機会を守るということであります。若い方、女性の方、それぞれの方々の幸せ、そして人権が守られる社会にしていかなければなりません。あらゆる人が最適な教育を受けられる社会を実現をしていかなければなりません。このため教育の改革に力を尽くしてまいります。女性の権利が尊重され、社会のあらゆる組織において、あらゆる場面の意思決定において女性が参画することを官民共通の目標としてまいります。多くの女性の方々に社会活動に参加していただくためにはどうすればよいのか、国民的議論を主導し制度改革に取り組んでまいります。私は長い間準備というものを積み重ねてまいりました。今まさに準備を積み重ねてきた政治家として、持てる力すべてを出して国民の皆様お一人お一人のために仕事をさせていただく機会をいただきました。五本柱5つの守るを実現をし、未来を作り、そして未来を守っていくため粉骨砕身取り組んでまいります。初当選から38年、多くの地方を回り、多くの方々からお話を受けたまってまいりました。今政治に求められていることは何か、それは今一度国民お一人お一人と正面から向き合うことだと、このように思っております。そして国民の皆様方と対話をし、すべての人が安心と安全を感じることができる、そういう日本を作り上げていかねばなりません。すべての人が安心と安全、そしてすべての人に笑顔が戻ってくる、そういう日本を作っていきたいと思っています。この内閣は納得と共感内閣というふうに考えております。国民のための政治、何よりも第一に国民の皆様方に納得していただき、共感していただける、共感と納得の政治をまっすぐ進めてまいります。最後に政治日程について申し上げます。10月9日に衆議院を解散し、10月15日公示、10月27日に総選挙を行うことといたします。選挙期間が短いため、関係者の皆様方にはご負担をおかけをいたします。恐縮でありますが、
何卒よろしくお願いを申し上げます。国民の皆様方のご理解ご協力を心よりお願いして冒頭発言を終わります。ありがとうございました。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられましたらばお近くのスタンドマイクに進み、社名とお名前をおっしゃった上で一人一問ご質問願います。この後の日程がございますので進行にあたりましてはご協力をお願いいたします。まず幹事社からご質問いただきます。テレビ朝日千々岩さんお願いします。幹事社テレビ朝日の千々岩です。総理ご就任おめでとうございます。早速ですが最後におっしゃった解散について伺います。総理総裁選中から、当初ですね解散は自民党の都合だけやってはならないと、野党の意見も聞いてとじっくりこの時間をかける姿勢を示されておられましたが今おっしゃったように非常に短い期間となりました。なぜ変わられたのか。それであれば当初からすぐ、そういった候補者もいらっしゃいましたけどもすぐ解散するんだと言っておけばよかったと思うんですがいかがでしょうか。懸念をするのはですね、石破さんそのずっといいことをおっしゃってきた、ただ総理になったら変わっちゃったんじゃないの、豹変するんじゃないの、そうした声出てますけれどもそれにはどうお答えになるか、最後にその解散の大義は何かについても伺いたいと思います。よろしくお願いします。新内閣が発足をいたしました。これは憲法第69条内閣不信任案が可決をしたときあるいは信任案が否決されたとき解散を行わない場合は総辞職をすると、これが憲法の69条の規定であります。で今回不信任が可決されたわけでも信任案が否決をされたわけでもございませんが新しい内閣というものは発足をいたしました。そうしますと新しい内閣について国民の皆様方の信を問うということは憲法の趣旨からもそういうことだと思っておりますが同時に選挙中に議論をしてその上で国民の皆様方にご判断いただける材料を提供するべきだということを申し上げてまいりました。これから国会においていろんな議論が行われるということであります。代表質問そしてそれに対する答弁あるいはその後の委員会がどういう形式で行われるか私十分に存じ上げてはおりませんが私は代表質問に対するお答えもその前も初心その前の所信表明も本当に自分の言葉で語りたいと思っております。そこにおいての質問に対する答えも本当に誠心誠意やってまいりたいと思います。衆参の本会議のほかにそういう機会が与えられればそれは十分とは言えないかもしれないが国民の皆様方に心に響くようにやってまいりたいと思っております。早く信を問うべきだということとご判断いただける材料をきちんと提供するということそのことに努めておるところでございます。なお努力をいたしてまいります。ありがとうございました。続きまして大義というのは今申し上げたのが大義だと思っております。やはり新しい内閣が発足をしたからには国民の皆様方に信を問うそしてこの内閣がいかなるものであるかということはこれから先今日もそうですが申し上げてまいります。この内閣をご信任いただけるかあるいは他の選択があるのかそれを主権者たる国民の皆様方に問うのが私は大義だと思っております。続きましてもう一人幹事社から朝日新聞の石井さんお願いいたします。朝日新聞の石井と申します。よろしくお願いします。先ほど納得と共感の内閣と総理おっしゃいました。ただ国民の多くが納得していないその派閥の裏金事件について私はお伺いします。派閥の裏金事件に対する実態解明の必要性について総理はこれまで説明責任については言及がありましたが実態解明について再調査の有無については具体的な言及を避けてきました。この場でぜひ実態解明について の再調査をするのかしないのかお聞かせください。さらにもう一点
実態解明をしないままですね、次期衆院選で裏金事件で処分を受けた議員を公認することに有権者の理解が得られるのかどうかお考えをお聞かせください。これは総裁選挙の最中申し上げてまいりました。そして就任後も何度か申し上げたことでありますが、新しい事実ということが判明したとすれば、それは調査ということが必要だというふうに認識をいたしておるところでございます。そういうようなことに今立ち至っておるというふうには認識をいたしておりません。必要があればそういうことも行いますが、現在そういう状況にあるというふうには承知をしておらないところでございます。しかしながらご指摘のようにそういうことを申し上げましても、国民の皆様方が納得をしたと共感を得たというふうな状況にはないということも認識をいたしておるところでございます。私といたしましては、そういうことについてのさらに新しい事実が出てくればそれを解明しなければならない。そしてそういうことが出てこなかったとしても国民の皆様方共感をしておられない、これは個々の議員ということもございますが、で自由民主党ってどうなってるのというような、そういうような不信も強いというふうに全国を回って思っております。実態はこうであったと、裏金というものがきちんと政治資金収支報告書に記載をされた、どこから入りどこへ出てどう使ったのかということが明らかになったということでありますが、それだけではなくて国民の皆様方が納得をしていただけるように、そしてどうすればこういうことが再び起こらないかということも含めて、総裁たる私が説明をしてまいりたいと思っております。で、公認問題につきましては、それは私どもの党といたしまして、選挙区においてどれぐらいのご支持をいただいているのかということをきちんと把握をしながら公認するか否かということを決定をいたしてまいります。必要であればその方々が説明しなさいよということではなくて、公認権者であります私自身が国民の皆様方に納得していただけるような説明をいたしてまいります。以上です。ここからは、幹事社以外の方からご質問をお受けいたします。すでに挙手いただいておりますが、質問いたしますので、近くのマイクにお進みください。日経新聞秋山さん。日経新聞の秋山といいます。総理就任おめでとうございます。経済について伺います。9月30日の日経平均株価は前日比1910円安という、大幅な株安で、スタートとなりました。今日は732円戻しましたが、株式市場は大きく変動していると、この一因として、石破政権の、経済政策が、ちょっとどういう方向に向かっていくのか見えにくいのではないかというのが要因だとも指摘されています。これまで岸田前総理はその金融正常化に向けて動き始めた植田日銀 の、 その金融政策に対して信頼をしていると明言をしていましたが、石破総理もそのこの金融正常化に向けた動きについてこれを良しとする、信頼をするということなのか、もしくはその利上げは早い慎重にやるべきだと考えているのか、その辺の考えをお聞かせください。株価の日々の動向について政府としてコメントすることは差し控えなければならないと思っております。株の動向につきましては政府として冷静に判断をしていきたいと思っております。また金融政策の具体的な手法につきましても政府があれこれ申し上げるべきではございませんが、日銀との意思疎通のもとに政府として具体的な手法というものは日銀に委ねられるべきものだというふうに考えております。冒頭申し上げましたように、私どもの政権といたしまして、岸田政権が進めてまいりました経済政策を引き継いでまいります。
デフレ経済からの脱却を確実なものとするとともに、産業立国の政策を引き継ぎ発展させてまいります。内外からの投資を引き出してまいります。投資大国を経済政策の大きな柱といたしてまいります。金融政策について私どもあれこれ申し上げる立場にはございませんが、これから先デフレを脱却していくために現在の姿勢というものを私どもとして期待感を持って見ておるところでございます。そしてまたこれから先も緊密な連携のもとに金融緩和の基本的な基調というものは維持されるべく私どもとして期待をしながら見守っているところでございます。ですから金融緩和につきましてはそういうことでありますし、金利についてとやかく申し上げることではございませんが、私どもとして注意深く見守っていきたい。貯蓄から投資へという流れがさらに確実なものになるように私どもとして努力をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。静岡の、静岡新聞武田さん。静岡新聞社の武田と申します。リニア中央新幹線についてお尋ねいたします。岸田総理は6月に JR 東海に対しまして、リニア中央新幹線の全線開業を2037年までに、進めるという目標を堅持するよう求めました。で、骨太の方針にもこれを明記しております。一方、石破総理はこれまで、リニアに今財政投融資を使っているということを理由にですね、東海地域だけではなくて全国にそのリニアのメリットが享受できるように議論を進めていくべきだというふうにご発言されていると認識しておりますけれども、岸田総理の現在のそういう政策を推進されるのか、もしくはもう少しこう見直していくというふうなご判断もあるのか、その辺のお考えをお聞かせください。私といたしまして、岸田政権が進めてこられた方針は踏襲をいたしてまいります。静岡航空の早期着工も含めリニア中央新幹線の早期開業に向けた環境整備というものを行ってまいります。また今ご指摘のようにリニアというものが開業することによって、それがリニアが通る地域のみならず日本全国においてその効果が波及していくということを目指していかなければなりません。それはリニアが通れば自動的にそうなるものではなくて、リニアが開業することが日本全体の発展に資するものだということを私どもとしてはきちんと実現をしていかねばならないものだと思っております。それは私もこれから先またいろいろ研究をいたしてまいりますが、リニアができるということによってさらなる経済効果が発現するため、つまり例えて申し上げれば東海道新幹線には輸送余力が生ずるものでございます。これをいかにして活用するかということも含めまして、地域だけリニアを通る地域だけ良くなればいい、そういうことではない、そのという経済効果もきちんと見据えたリニアの早期開業というものを実現いたしてまいりたいと思っております。富士の、瀬島さん、お願いします。フジテレビの瀬島です。よろしくお願いします。外交について伺います。岸田政権ではですね、首脳外交を通じて、アメリカや韓国などとの多国間関係を、強化してきましたが、石破総理ご自身の首脳外交というのは、どのように、石破総理自身ご自身の首脳外交のあり方というのをどのようにお考えでしょうか。例えば今後ですね、アメリカの新大統領とどのようにして関係を深めていくのかお聞かせください。一方で、アメリカ側ではですね、地域協定の見直しの議論に警戒する向きもありますけれども、この地域協定の議論をどのように進めていくのか、例えば有識者会議を設置したりですとか党に議論を支持したりするお考えというのはおありでしょうか。二国間関係というのは、それは合衆国とは極めて二国間関係は大事であります。それは韓国ともそうでしょう。
オーストラリアともそうでしょう、ASEAN諸国ともそうでしょう。ただどうもお話を聞いているとやはりこう合衆国とは大事だねということだと思っております。私は合衆国もそうですし韓国も大事だというふうに思っておりますが、首脳外交をやりますときにこの会談は何のためのものなのかということが明確でなければならないと思っております。信頼関係を高め友好を深めるというのも大事なことですが、何のためにこの会談をやるのかということがあらかじめ設定をされていて、それぞれ国が違えば国益も違うのでありまして、それぞれが国益を踏まえてどのように真剣な議論を行い、いかなる成果を得るか。私は防衛の仕事が長いのですが、いろんな国の防衛大臣あるいは総理大臣大統領とも話をしてまいりました。やはり何のためにその会談を行うのかということが極めて重要だと思っております。で、合衆国は近々大統領選挙が行われ、来年早々には新政権が発足をいたします。他国の大統領選挙について私どもはとやかく申し上げるべきものではございませんが、どういう形であれば、つまり今のところ全く予断を許さないのであって、どちらともお話ができる状況というのは作っておかねばならないというふうに考えております。そのために多くの努力をいたしてまいりたいと考えております。で、合衆国が懸念を持っているのではないかというお話でございました。私も地位協定とお話というのはもうずいぶん二十数年考えてまいりました。それはすぐそういうことをやると日米同盟に懸念が生ずるとかですね、そういう話が起こりますが、私はそうは全く思っておりません。この地位協定を改定していくことが日米同盟を強化することにつながると思っております。そしてまたそれを改定していくための手法として、例えて申し上げれば合衆国に自衛隊の訓練基地を作るということは、日本国内において陸上自衛隊航空自衛隊は国土が狭隘なせいもございまして十分な訓練ができる環境というものが整っておりません。それが十分にできる環境を整備をし、そしてまた日米同盟強化するために合衆国に訓練場を作るということは昔から申し上げておりますし、軍事的合理性があるものだと考えております。そうすれば当然地位協定というものは必要なものになるのであって、これは論理的にどうなのだということ、外交的にどうなのだということ、そして安全保障強化という点においてどうなのだということをきちんきちんと論証しながら議論を進めてまいりたいと思っております。必要に応じて党における議論というものは求めてまいりたいと考えております。北海道新聞の吉田と申します。総理よろしくお願いします。先ほど の政治資金収支報告書の不記載のあった議員 の公認問題について改めてお伺いします。衆院選に関して言えばですね、非常に時間も限られている中で総理は議員本人と総裁としての説明責任について言及されましたけれども、これ非常に時間的な制約がある中で具体的に議員や都道府県連への聞き取りなど、そういった対応が可能なの、聞き取りなどの対応が可能なのかということ、すみません。それと先ほど幹事社さんの1問目の質問であったことでちょっとご説明が私聞き取れなくて国民の皆さんは石破総理っていうのは耳に痛くても正論は常におっしゃる、そういう人物だっていう印象を持ってると思います。今回 の衆議院の解散に関してはやはり総裁選の時に言ってるおっしゃってることとやはり違うというのが大方の受け止めだと思います。改めてそこを変わられたのか変わられてないのか、そこを改めてご説明いただけないでしょうか。時間的要因についてはかなり厳しいという認識は持っております。従いましてそういう方々がでどういう形で入りと出というものを明らかにしたか、
そしてまた間違ってもそれを政治資金以外に使ったことがないかどうか、そしてどうすればこういうことがもう起こらないようにするかという認識をきちんと伺いたいと思っております。ですからそういう方々に対しまして、こういうことについてどう思いますかということをあらかじめ提出をしていただき、厳しい時間の制約はございますが、公認権者たる私の責任として、それぞれの方がどういうことで今回選挙を望むのかということについては私も説明をする義務を持っているというふうに考えておるところでございます。すいません、法律の、右から失礼、そのドワンコの七尾さんお願いします。総理就任 おめでとうございます、ニコニコの七尾です。よろしくお願いします。自民党総裁選でですね、まあ、総裁候補であった時の石破さんと、まあ、本日総理になられた石破首相とは、まあ、立場が変わるというのはこれは重々承知しております。過去もそういうことがありましたの で一方でですね、国民にとって最も重要な一つである、解散総選挙の時期についてこれは何度も出ておりますけれども、戸惑っているのはこれ事実です。なぜならば石破政権が日本にとって、あるいは国民にとってどういう政権なのか現時点では十分わからないからです。安倍政権、菅政権、岸田政権時の国政選挙時と同様にですね、有権者の判断材料として欠かせない各メディア、記者クラブ、ネット、党首討論ネットですね、テレビが毎回国政選挙で開催している野党との討論会に出席されるのか、ここで確認させてください。もし出席されてされないとすると、その理由も教えてください。以上です。これはどう、何月何日どこでどれぐらいの時間でということをお知らせをいただいたらば、可能な限り対応してまいりたいと思っております。ネットメディアの影響力というものは私自身よく承知をしておるところでございます。今の突然のご質問でありますので、これ選挙の期間中はかなり日程は厳しいものでございますから、私は総裁になる前、総理になる前からそうなのですが、できるだけいろんな取材には積極的に応じさせていただくように心がけてまいりました。逃げるようなことはいたしません。対応可能であれば対応させていただきます。はい、それでは次のお願いいたします。そうしましたらば、すみません、前の、右から2番、すみません、一番右の、京都新聞、和田さん、どうぞ。京都新聞の岡田と申します。よろしくお願いします。地方創生についてお伺いします。先ほど、総理はですね、新しい地方経済生活環境、創生本部を創設し、担当大臣を設置するなど、おっしゃいましたが、少し抽象的だった部分もあると思いますので、もう少し具体的にどのように取り組まれるのかを教えてください。安倍政権がですね、地方創生を掲げて10年経ちますが、少子高齢化と、東京一極集中は進み、地方は疲弊しております。その具体的に、より具体的に説明いただけますでしょうか。またですね、中央省庁の地方移転も進める考えを示されておりますが、どのように取り組まれるのか、スケジュール感も含めてお聞かせください。地方創生というのは、私10年前に初代大臣として担当させていただきました。その時に申し上げたのは、役所だけがやるものではないということ、産官学研労研というふうに申し上げました。その地域のいろんな産業界があります。役所、役場、市役所、町役場ありますね。産官学ってのは
大学だけじゃない、高校も中学校もそうです。金融機関、労働者、労働組合、そして言論機関、本当にみんなが一体となってこの地域をどうすれば良くなるかということに最もふさわしい会があるはずだと私は思っております。交付金も最初1000億ということでございましたが、実際初代の大臣をやってみてこれでは全然足りないというふうに思ってまいりました。そこにおいて、この町においては、この市においては、これが一番いいということを可能な限り国は支援するという、地方と中央との一体感をもう一度取り戻してまいりたいと思っております。もう一度原点に帰って地方創生はリニューアルしてやってまいりたいと思っております。で、省庁の地方移転は、それは京都が一番ご存知だと思いますが、まさしく府であり市であり、あるいは大学であり、そして民間であり、本当に大勢の方々がなぜ文化庁が京都に移転するのはふさわしいのかということを本当に精力的に展開をなさいました。正直言って役所が大喜びで行ったとは私は思っておりません。あの時に私が地方創生大臣で、今石川県知事をお務めの長谷さんが文科大臣でありました。省庁はそんなに喜んでいくわけではありませんが、どうしたらその省庁がどこに移ることが一番日本のためなのかということの議論はもう一度徹底させたいと思っております。東京に全ての役所が集中しておるというような形の一極集中行政の、それは世界の中でも日本ぐらいのものでしてね、それは変えていかねばならないと思っております。役所の理屈のために日本国があるわけではございませんので、そういう強い意識を持って臨んでまいります。それでは、2列目の一番向こうの、TBS の中島さん、どうぞ。はい、TBS 中島です。日米地位協定に関連してお伺いします。日米安保体制ではアメリカが日本を防衛する義務を負い、日本はアメリカに、施設や区域を提供する関係となっています。石破総理は自衛隊の訓練基地をアメリカに置く必要性を先ほども、訴えられておりましたが、それは逆に日本がアメリカを防衛する義務を負うということにはつながらないのでしょうか。ご認識を伺います。全くつながりません。それは全く別の問題でございます。の日米安全保障体制というのは、合衆国が日本を守る義務を負い、日本国は合衆国に基地を提供する義務を負うという、提供する義務の内容が全く違っておるという、世界でたった一つの同盟関係であります。非対照的総務関係とも申しております。私どもとして、少なくとも私として、陸上自衛隊、航空自衛隊がフルスケールの訓練が行えないということがございますので、その敵地を合衆国にあるとせば求めたいと思っております。それは合衆国が日本の自衛隊を受ける義務を必要とする、そういうものでは全くございませんし、そうであるからといって日本が合衆国防衛の義務を負うものでも全くございません。これは集団的自衛権を念頭に置いたご質問かと思いますけれども、集団的自衛権の問題とは関係ございませんので、単にというべきですかね、その訓練をより効果的に行うために、日米同盟をより強固なものとするために、そしてそうでありとせば当然地位協定の改定というものが伴いますので、日米が果たすべき義務というものに変化はございません。したらば、よろしいですかね。そうしましたらば、読売新聞、加谷さん。読売新聞の加谷と申します。よろしくお願いします。総裁選中における発言や公約についてお伺いします。先ほど来質問が出ていますが、日米地位協定に関して総理は沖縄県での演説会で改定に着手すべきだと明言をされました。またアジア版 NATO については読売新聞のインタビューでですね、
創設を急ぐべきだと発言されています。まあ、いずれも本気で実現を目指すのであれば早々に検討を着手すべき案件だと思いますが、本日関係閣僚には特段の指示はなかったとのことです。これはまあ、事実上棚上げするというお考えなのか、あるいはまだ機が熟していないという考えなのか、その理由をお聞かせください。また衆院解散前の予算委員会の見送りに関してですね、まあ、都内外から総裁選中の発言が守られていないという指摘が相次いでいます。まあ、総理先ほど内閣の基本方針として守ると強調されましたが、総裁中の一連の発言については、まあ、総理になった際には一定の見直しはやむを得ないとの考えでしょうか。合わせて見解を聞かせてください。地位協定、そしてアジア版の集団安全保障ということについてはもう長い間私自身この問題の提起をいたしてまいりました。おそらくもう二十数年にわたるものだと思います。自民党の安全保障調査会でも何度も問題を提起をしてまいりました。総理大臣になったからといっていきなりそれが実現するとは思っておりません。しかしながら政府においてあるいは党において私の問題意識を認識しておる人はたくさんおられます。今具体的にそういう指示は出しておるわけではございませんが、そういう認識を持っている人たち、そしてそれがこの地域の平和と安定を守ることに必ずするものだという信念を持っている人たち、それが条約上どうなのか憲法解釈上どうなのかということについて正確な知識を持っている人たち、そういう人たちの動きをこれから先加速をしてまいりたいと思っております。それはこれもう30年もそれどころじゃないですね。日米地位協定というものができて以来ずっとこの議論はあったのです。一朝一夕にそういうのは変わると思っていません。しかしだからといって諦めていいと私は全く思っておりませんので、そういうことには着実に取り組んでまいります。で、総裁選挙に行ったことと中に行ったことを相応あるではないかというご指摘であります。私はいかにして国民の皆様方にご判断いただける材料を提供するかということと、そして早急に新体制というものは真を問うべきだということをいかにして両立させるかということを申し上げてまいりました。今具体的な日にちについて言及をいたしましたが、その制約の中においてどれだけ誠心誠意説明をするかということ、内容のある話をさせていただくかということ、そういうことをもってして判断いただける材料というものは提供してまいりますし、解散になった後もそれは先ほどご指摘がありましたが、いろんなネットの討論会とかいろんなものがございますでしょう。そこにおいて誠心誠意可能な限りの主張をし、投票日までに投票の行動されるまでに判断いただける、そういうような検討していただく材料というものを提供すべく全身全霊努めてまいる所存でございます。大変申し訳ございませんが次の日程が押しておりますので、そろそろお時間とさせていただきたいと思います。今挙手いただいている各社の皆様方には、後ほど、書面で、回答をさせていただきたいと思いますので、本日中に1問担当者宛にメールでお送りいただければと思います。申し訳ございません、次の日程が押しておりますので、この後閣議がございますので後ほどメールでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは皆様ご理解ご協力ありがとうございました。これで記者会見を終了いたします。